はい、マコでございます。今回もよろしくお願いします。名探偵コナン地下遊園地殺人事件の2つ目の事件をやっていこうと思います。ここはコースター乗り場です。では行きましょう。ジェットコースター殺人事件。ここはうちの目玉でしてね、闇の中をひねりながらすごい速さで走るんですよ。スペースマウンテンみたいだな。何をしてるんです。さあ行きましょう。出られないと。さあさあどうぞ乗ってください。皆さん準備はよろしいですね。心って絶叫系ダメじゃなかったっけ。よし、いいぞ田村。はい、ピピッ。ほう、リモコンで操作されるんですか。ええ、私専用に特別に作ってもらったんです。それよりもうスタートしますよ。わーい。うわー、結構すげーじゃねーか。あゆみちゃん余裕だね。キャッホー。そういやランはラン姉ちゃん絶句してるじゃないか。トロピカルランドでは絶叫してたのに。声も出ない状態か。うん、うわー、代わりにオーナーの絶叫が聞こえてきたよ。あんなに大げさに叫ばなくてもいいのに。でも今妙な音がしたな。お、首ちょんぱされたか。オーナーいねー。またお前が最初の被害者かよ。うん、やっと着いたか。もう終わり？早いんだね。なんか、下ネタに聞こえる。即行きでごめんね。二発目もお願い。やれやれ、降りるとするか。津川館長何もリアクションしないな。あら、オーナーは？おじさん、オーナーの座っていた席。セーフティーガードが壊れている。大変だ、オーナーがどこかに吹っ飛ばされた。え？ラン、急いで他のみんなを集めてくれ。それと警察だ、救急車も呼んでおけ。お父さん、入り口が開かないわ。前も思ったけど、蘭姉ちゃん出入り口蹴破れるでしょ。なんだって。マジかよ、電話線も切られちまってるんだぜ。私の持ってる携帯電話も地下では通じません。非常口も全部鍵がかかっていたよ。じゃあ私たち閉じ込められてしまったのね。そんなホラーハウスと同じ展開だ。とにかく落ち着いて、これから私が現場に行ってきます。オーナーの状態を確認してくるので、コースターの中に詳しい方は一緒に来てください。みんな、今大変なことが起きたから、目の届かないところに行っちゃダメよ。いいわね。では話聞くか。大変なことになってしまいましたね。もう一回くらいジェットコースターに乗りたいな。せっかく遊べると思ったのに、つまんねえの。ゲンタたちの発言がクズすぎるな。なるべくここにいてね、特にコナン君。目を離すとすぐにどこか行っちゃうんだから。パパ。父さんがそんな、外には出られないんだよね。お、ラン、コナン君ダメだって言ったでしょ。すいません。いたいた。なんでこんなことになったのかしら。気にすることないよ、あれは事故よ。誰のせいでもないわ。猟奇事件を起こしたエセソロコじゃねえかよ。そうだといいけど、月がかりなのよ。何が？みぞちゃん、あなた誰か疑ってるの？そんな分かってるわよ、あなたが誰か疑っているのか。でも私の前で彼を悪く言うのはよしてよ。それにあなたの彼だって立場は同じでしょ。あの人と同じくコースターの整備をしてたんだから。そんな、妙子さん。ふん、妙子さん。あ、おじさんどうだった？あ、オーナーはすでに死んでいたよ。で、コナン、お前こんなところまで何しに来た？まあいい、これから田村さんに事情を聴取だ。隣に座っていた田村さんには山ほど聞くことがあるからな。そうだね、まずはみんなに話を聞こう。では情報収集始めますか。いた。何しろ突然のことでどうしたらいいか。おお、それで？怪しいな。お、あら坊や、こんなところをうろうろしてていいの？あのお姉さんに怒られるわよ。早く行きなさい。あんたの方が怖いけど。いた。変な話だ。コースターの点検をした時にはどこも異常なかったのに。おお、いたいた。伊豆ちゃん、いくら君でもしまいには怒るよ。大体俺と一緒にコースターを点検してたのは君の彼だろ。何かあったら黙っているはずがない。しかし君の男の趣味も変わってるよな。いいじゃんな、誰と付き合ったって。余計なお世話だ。大久保さんたら、あんな事件があったっていうのに今夜空いてるなんて聞くのよ。クソ女ったらしが、お前エセ高木、また首ちょんぱされるぞ。私頭にきて、あなたが犯人じゃないのって言ったの。
それにひどいわよ、太子さんの気持ちも考えないで。本当だよな、源太たちは話が変わってなかったんで、この二人だね。ゲームか、僕はゲームってあんまりやったことないけど、父さんこういうのすごく好きでね、よく徹夜してゲームしてたっけ。もうそういう父さんを見ることもないのか。私パパと一緒によくゲームしたのよ。パパったら一度も私に勝てなくて弱えな。こんなことになるなら一度くらい勝たせてあげればよかった。お、ん、オーナーの席のセーフティーガード、 これは刃物の跡、するとあれは他殺、事故じゃないとするとこの中に犯人がいるかも。おっちゃんにこのことを知らせなきゃ。俺も考えてみるか。スタートボタンを押して新しいコマンドを使ってみよう。お、出たか、考える。これはまた後でやりますか。ではここでホラーハウスの時と同じように犯人推理失敗編をやっていきたいと思います。まずはオーナーからやっていきましょう。オーナーは死んでるじゃねえか、たまんなかったね。続いては田村。よし、いつも通りおっちゃんを眠らせて。ハシュプス、ふにゃ。犯人が分かりました、田村さん、あなたです。な、やっぱりあんただったのか。そう、隣に座っていて田村さんしかこの犯行は不可能です。違う、いや、そのとにかく私は。皆さん、とにかく警察が来るまで彼を取り押さえておきましょう。その後警備員が密室に気づいて、警察がやってきて俺たちは助けられた。田村は警察に捕まり服役していたが、田村は死んだよ、刑務所の中なら。死んだのかよ。田村が常備薬として飲んでいた胃薬の一つに青酸カリが混入されていたんだ。自殺か他殺か本部でも問題になっているところだよ。田村は殺されたのか。続いては誠です。ここまでは変わらなかったので、ここからですね。犯人が分かりました、誠さん、あなたです。え、どうして、どうしてと言いましたね。実は私にも分かりません。じゃあなんでこの子が犯人だなんて言うのよ。それは私の勘です、名探偵だぞ。ふざけるな。やっぱりな、なんで俺こんなこと言っちゃったんだろう。最低だよ。みどりさんは誠さんと展開が変わらなかったので、次は大久保ですね。よーし、いつも通りおっちゃんを眠らせて。え、はっはっは、そういうことか。犯人は大久保さん、あなただ。え、はじめ私は田村さんが犯人と考えたが、少しひねれば従業員であるあなたの方が中のこともよく知っている、そうでしょう。というわけで私たちをここから出してもらいましょう。ふざけんなよ、名探偵が聞いて呆れるぜ。証拠があるのかよ、証拠が。証拠、ふむ、そこまで言うなら名探偵毛利小五郎の名にかけて必ずや証拠をあげてみせましょう。はっ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 は。アホか。おっちゃん大丈夫かよ。でも証拠か。なんだ今の音は。今のはコースターの音。一体誰が。え、大変だ。田村さんがコースターの中で首を吊って、あ、先の展開見えちゃった。なんだって。まあいっか、まだ犯人分かってねえし。次は妙子さんをやっていきましょう。ここまでは大久保の時と変わってない。犯人は妙子さん、あなただ。え、はじめ私は田村さんが犯人と考えたが、少し寝れば従業員であるあなたの方が中のこともよく知っている、そうでしょう。変わってないな。というわけで私たちここから出してもらいましょう。冗談でしょ、どこにそんな証拠があるのよ。ここのセリフが変わるのか。証拠を踏む、そこまで言うのなら、メタで森この名にかけて必ず証拠を上げてみせましょう。はははは、おっちゃん大丈夫かよ。でも証拠か。あ、変わってないね、この後の展開は。続いては堀口だね。ここからだ、犯人は堀口さん、あなただ。はじめ私は、あ、ここもセリフが変わってないね。この後かな、その証拠はって言うんだ。でこの後も変わりなしだよね。じゃあ次に行きましょうか。ラストはみずほさんだね。犯人はみずほさん、あなただ。またセリフが変わるだけでしょ。でここは、流して、この後のセリフだね。あの毛利さん、何か証拠があってそういうことをおっしゃってるんですか。証拠を踏む、そこまで言うなら。あ、変わってないね。オッケー、終わり。あれ、田村がいねえ。
おい、コナー、田村を見なかったか？目を離した隙にどこへ行ったのか？田村さんがいなくなった。おじさん、あのね。なんだって、セーフティーガードに刃物の跡。うーむ、いよいよ田村が怪しくなってきたな。よし、田村を探して尋問するぞ。いた！田村！ピッピッ。待て、田村。おじさん、こっから逃げられるわけないよ。戻るのを待とう。一人でジェットコースターに乗ってる。そんなに気に入ったの、このアトラクション。まだかなぁ。まだかなぁ。待ってるコナン君、かわいいな。まだかなぁ。もう首ちょんぱされてんじゃねえの。それかいないか。来た。いねぇ。あ、戻ってきた。田村がいないぞ。え、一体どこへ？わからん。とにかく全員を集めて、中に入るぞ。もう惨劇の現場とかしてる。田村さん、オーナーもいるし。どうやってこんなところに。なんだこの紐は。おっちゃん釣りしてるように見えるけど。おじさん、これ仕掛けの跡だよ。線路に紐を用意してコースターにそれを引かせると仕掛けが動くようになっているんだ。凝った作りだな。コナン第1話のピアノ戦で首ちょんぱの有名なやつじゃないですか。このお前はまだそうやって。毛利さん、何か落ちてますよ。これは田村の遺書。私はオーナーの言いつけでとある不正をしておりました。この遊園地の土地も政治家に賄賂を送って無理に購入したものです。しかしそのことで恨みを買ってお嬢様にも怪我をさせてしまいました。これ以上罪を重ねるのはもうやめにしたいのです。オーナーを殺して私も死にます。後のことは重役たちに任せてあります。誠さん、お嬢様、申し訳ありません。自殺か。不正の噂は本当だったのね。驚いたな。まさかと思っていたが、でもこんなやり方をしなくても。水を気にするな。こういうこともあるんだ。いずれにしても俺たちはここから出られないってわけか。とにかくみんなで出口を探して警察に連絡しなければなりませんな。皆さんもいろいろと聞かれると思いますよ。しかしあの自殺の仕方はどこかおかしい。あんなに凝った仕掛けを作らなくても良さそうなのに。確かに。少し落ち着いて考えてみるか。お、また出たか。考える。田村の自殺について、これはまた後でやりましょう。で、犯人推理は？あ、まだできないね。田村が自殺したことで事件は解決したのか。よし、情報収集していくか。あのコースターを設計したのは俺なんだよ。その俺が言うのもなんだけど、あの仕掛けよくできてたよな。田村もなかなかやるじゃん。なじゃねえ。なって言われてもな、なんなんだこの人。本当だよな。みずほちゃんっていい子なんだけど、いじめたくなるのよね。とんでもねえ女だな。やっぱり男の人ってああいうのが好きなのかしら。ああいう子が整備士なんてしてるんだから、世の中って不思議だ。ギャップだね。なんとかしてここから出なけりゃ。どうしようもないなら警備員が気づくのを待つしかないな。コナン、お前もランのところでおとなしくしてろよ。おとなしくしてるわけないじゃないですか。いたいた。田村さんが自殺するような人とは思わなかったわ。罪を償う方法なら他にもあったでしょうに。しかし田村さんが自殺するとはちょっと意外だったぜ。意外？そういうタイプには見えなかったかな。ああ、怪しいね。じゃああの遺書、喫茶室にいたのかみんな。なんかここもいろいろ問題があるみたいね。土地がどうのって話をしてたみたいだけど、コナン君にはまだわかんない話よね。僕子供だから。舐められてんな。ここにこうしているのもなんか暇ですね。ゲームも飽きちゃったし、もう一回ジェットコースターに乗りたいな。不謹慎だな。なんか食べ物でもないかなって期待したけど、オープン前で何にもねえんだってよ。チェッ私田村さんってずっと好きになれなかったの。おう、なんで？ひどいわよね。パパにあれだけ世話になっておいて。うん。田村さんの残した遺書のことなんだけど、おう。知ってるかい？え、忘れた。そう、覚えてますよ。田村さん最後に誠さんって書いていただろ。うん、それが変だなと思ってた。なんで？あの人僕のこといつも子供扱いしててね、誠さんなんて呼ばれたことなかったんだ。怪しい。まあ大したことじゃないんだけどね。いやいや大事よ。呼び方が衣装では変わっていた。そんなことがあるのか。いずれにせよこの事件には不可解なことがたくさんある。オーナーのセーフティーガードの刃物の跡や、田村さんが自殺したこと、遺書の内容、最もおかしいのはあのコースターに仕掛けられたトリックだ。落ち着いて考えてみる必要があるな。それともう一度現場にも行ってみよう。よし。考えるコマンドで、
新しいの出てたね、コースターのトリック。これはまた後でやっていきましょう。犯人推理は？あ、できるじゃん。じゃあ2回目の犯人推理失敗編を見ていきたいと思います。まずはオーナーからだね。まあ、変わってないとは思うんだけど、オーナー死んでるじゃねえか。この後のセリフなんだよね、この後。ホラーハウスの時と1回目は変わってなかったんですよ。これ2回目は？考えるコマンドは結構重要だぜ。事件を解決するためのヒントになってるからな。それに3つの項目の選択肢を正しく答えれば完全解決を見ることのできる可能性があるんだ。犯人推理をした後シナリオに戻れるパターンは1本しかない麻酔針を使ってしまった後なんだ。次に犯人推理をした時には針がなくなっていてひどい目に遭うこともあるんだ。気をつけような。お、変わったね。よく考えて正しい推理をしていこうぜ。オッケー。田村は、オーナーの時と変わってなかったので、次は、誠さん、やりましょうか。犯人が分かりました。誠さん、あなたです。え？どうして？あなたたち本当は共犯でしょう。さあ、白状したらどうです？ちょっと、毛利さん、それはないんじゃない？そうですよ、この子たち今日初めてここに来たんですよ。たく、もう少しマシな推理できねえのか。名探偵も大したことないんだな。何違うのか？ちげえだろ。緑さんは、誠さんの時と変わってなかったので、次は大久保を見ていきましょう。ここからだね。犯人が分かりました。大久保さん、あなたです。すべてはあなたの計画だったんです。まだ推測に過ぎないが、確率でいくと、あなたが一番怪しいんだ。黙って聞いてりゃ言いたいこと抜かしやがって。あんた今までの事件も推測で解いてきたのか。俺が犯人だって言うなら、それなりの証拠を見せてみろ。何も言えなくなってんじゃねえかよ。それ見ろ、証拠もないのに人を疑うなよな。この後俺は証拠探しに精を出したが、そのうち警備員が密室に気づき警察を呼び、全員助けられたが結局証拠は見つからず、事件は田村が犯人とされ解決した。お次は妙子さん行きましょう。犯人が分かりました。妙子さん、あなたです。全てあなたの計画だったんです。まだ推測すぎないが、確率でいくとあなたが一番怪しいんだ。失礼ね、推測で犯人を決めないでよ。要するに証拠がないってことでしょ。しかしも何もないでしょ。何が名探偵よ。まあまあ、妙子さん、そんなに怒鳴らなくても。瑞穂ちゃん、私犯人にされかけているのよ。これが怒らずにいられると思う。確かにそうなのよね。ねえ毛利さん、考え直してみて。妙子さん、そんなことする人じゃないんですよ。あの裏であなたのことをいじめたくなるって言ってましたけど。そうですね、少し考え直してみましょう。次は堀口さんですね。犯人が分かりました。堀口さん、あなたです。全てあなたの計画だったんです。まだ推測に過ぎないが、確率でいくとあなたが一番怪しいんだ。ふざけるな、推測だと。何か証拠でもあるんですか？あなた方二人はオーナーに何らかの恨みがあって共謀して犯行を行った。違いますか？おいおい、名探偵、堀口はともかく、瑞穂ちゃんまで疑うことはないだろう。おい、堀口はともかくってなんだ。ちょっと、なんで瑞穂ちゃんはかばっているのよ。いや、首ちょんぱしていいっすよ。まあ、ここは一つ穏便に。誰のせいだと思ってるんだ。うわー、ごめんなさい。最後の瑞穂さんも、堀口さんと展開が変わってなかったのでカットしました。この人話変わってるかな。話は聞いたよ。まさか田村さんがそんなことを。変化があったね。行こう。あ、なんかポスターがある。あれ、ポスターだ。こんなのあったっけ？なかったよね。大きな目はここにあるか。なんだろう。あれ、ポスターだ。こんなのあったっけ？僕らのワンダーランドか。なんだろう。現場に行ってみるか。行く。お、なんか紙が落ちてる。仕掛けの跡だ。細かい仕組みは警察が調べるよな。今は触らないでおこう。オーナー。オーナーは死んでいる。まあ、見たらわかるよ。田村は調べらんないのか。紙。なんだこれ。数字がいっぱい書いてあるぞ。17262228232626。ポスターを見よう。もしかしてこれは何かの暗号？十分あり得るな。田村さんの真下にこれが落ちてたんだし。とにかくポスターか。確かコースター乗り場で見たな。これでしょ？大きな目はここにある。この言葉と、この数字。一体どんな意味があるんだ。とりあえずこの通りにメモしておいた方がいいな。こっちは僕らのワンダーランド。この言葉とこの数字
一体どんな意味があるんだ、とりあえずこの通りにメモしておいた方がいいな。あれ犯人推理は、あ、やっぱできないね。いや待て、暗号解読の方が先だ。よし、じゃあ情報収集していくか。さっきコースター乗り場に入ったら妙なポスターが貼ってあるんだ。誰だあんなセンスのないポスター。オーナーかな。あら、その目ももしかしてこれのことなのかしら。私田村さんに聞かされたことがあるのよ。謎々みたいなものだと思ったんだけどね。エクストラメーションマークはもう一つの文に移動するって意味だって。あら、でもこの目も数字ばかりね、関係ないのかしら。それにポスターを見よ。ポスターなんてあったかしら。うん、あったよ。うん、暗号だと。うん、いたずらじゃないのか。こっちにもいたよね。あ、し。メモを拾った。数字がいっぱい書いてある。何なんだろうな。悪い、俺こういうの苦手なんだ。あら、どうしたの。え、メモ。私ダメなの、こういうの。ごめんね。ケンちゃんも仕事は細かいくせにパズルとか苦手なのよ。そっか。え、メモを拾った。暗号かもしれない。ふーん、そうなんだね。コナン君、私にもやらせてよ。やだ。なんでよ、私じゃできないと思ってるのね。いや思ってないけど、させてあげるよ。ありがとう。どれどれ。やっぱりやめとくわ。ほら、なんかいたずらがきっぽいし、分かってねえじゃねえかよ。できないならそう言えばいいのに。まあ蘭姉ちゃんは頭脳じゃなくてバトル担当の人だから。コナン君、あんまりうろうろしないでね。はーい。光彦、え、暗号のメモですか。僕そういうの好きなんです。やらせてくださいよ。やだ。また一人で解いてあゆみちゃんの気を引くつもりですね。映させてあげるよ。僕には科学がついています。任せてください。でも話しかけないでくださいよ。気が散るから話しかけちゃうよ。話しかけないでくださいって言ったのに、ごめん。あゆみちゃん。暗号のメモを拾ったんだ。私もやってみたいな。やだ。ひどい、コナン君のケチ。映させてあげるよ。よし、私に任せなさい。でも話しかけられると分かんなくなるから話しかけないで。話しかけちゃうよ。コナン君話しかけないで。ごめん。ゲンタ。何、暗号のメモだとなんかすげえじゃん。俺にもやらせろ。やだよー。てめえ、この俺にやらず抜かしやがったな。ジャイアンみたいなこと言ってんな。映させてあげるよ。チェ、映すのが面倒とかないや。俺がちょちょいのちょいで解いてやるぜ。鉛筆頭には無理だよ。おい、コナン、ヒントくれよ。ダメじゃねえか。頼りにならねえな。え、暗号のメモ？私そういうの苦手だわ。でもね、兄様がそういうの得意よ。お、マジか。聞いてみたら？いや、二択か。うん、ありがとう。いいえ、どういたしまして。これよりよも、を選ぶと？ついでに聞きたいんだけど、誠さんって田村さんになんて呼ばれてたのか、お姉さん知ってる？ね、おっちゃん、二代目、ジェイソルブラザーズ。田村さんたら兄様のこと二代目って呼ぶのよ。え、二代目なんて、嘘、冗談よ。この人って。おっちゃんを選ぶと。田村さん、兄様のこと いつも坊っちゃんって呼んでたわ。なるほどね。それで子供扱いか。ありがとう。え、暗号のメモを拾ったの？へえ、ちょっと見せてくれる？やだ。残念だな、僕はそういうの得意なんだけど。見せよう。頼むよ。どれどれ？なるほど、こういうタイプはね、二つずつの数字の組み合わせで一つの文字になるんだよ。1なら262228みたいになってるから、そうだね。二行の文字列から文が成り立っているんじゃないかな。ほら。17とか26とか頭の数字は1か2になってるだろう。ああ、確かに。ポスターを見よってあるし、ポスターから文字を拾うんだね。でも、ポスターなんてどこにあったのかな？ポスターのとこに行けばいいのかな？自分の考察を軽くしていくと、まずこのオーナーと田村さん死んでるからない。で、エセソノコも前回のホラーハウス殺人事件の犯人だったからありえない。で、堀口さんと白石さん曰く、この、田村さんっていうのは自殺するようなタイプには見えないと。で、この人が書いたとされる遺書が見つかって、誠さんって書いてあったんだけど、このお坊ちゃん
誠さんとみどりさん曰く、田村さんは坊ちゃんって呼ぶんでしょ、だから誠さんって書いてあるのはおかしいっていう風になってたじゃないですか。それを考えるともう残ってる容疑者はこのエセ高木大久保しかいないんじゃないかなって思うのが僕の、推理です。で、次に事件の重要ポイントについて考えたいんですけど、一つ目、オーナーの座っていた席、刃物の跡があるってことは、あの事故は初めから誰かが計画していたのかもしれないな。だけどこんなことがあらかじめできそうな人物は一体誰だ。隣の席の人、係の人、係の人いなかったよね。田村がリモコンで操作してたはずだから、隣の席の人。そうか、あらかじめ準備しておくにしても隣に座ってオーナーを誘導しなければ意味がない。ということはやっぱりあの人だな。二つ目、田村の自殺について、田村が自殺して事件は解決したように見えるけど、罪を償うのは他にも方法はあるはず。どういうことだ。実は殺されたオーナーに恨み。実は殺されたでしょ。オーナーを殺したのは田村だけど、その田村を殺したのが大久保だと俺は思っている。本当は田村は誰かに殺されたのか。そうか、とするとこの事件の裏には田村を操ってオーナーを殺させた誰かがいるのか。そいつが田村も殺したってことになるんだけど、誰なんだ。遺書もそいつが書いたんだろうか。そうだろうね。3つ目、コースターのトリック。自殺するのにあんな大掛かりな仕掛けはおかしいよな。他の人が殺したとしてもあんな仕掛けを作るなんて、もしかしてコースターでの恨み、技術の自慢。コースターでの恨みってのはよくわかんないけど、技術の自慢、これでしょう。大久保って確か整備士だし、コナンと会話した時にあんな仕掛けを作るなんて大したもんだよなぁみたいなことを自慢げに言ってたから、これもう大久保に間違いねえだろ。犯人は相当こういった技術に関しての知識が、そうか、だとするとジェットコースターで仕掛けを作ることも犯人にとってはわけない仕事だったんだ。しかしそんな風に自分の技術をひけらかすような犯人はそういうタイプの人間なのかでしょうね。ポスターを調べるんだよね。お、この二つの文章って、この数字の暗号と照らし合わせてみると、そうか、わかったぞ。来たー。やっとわかったぞ。犯人は大久保だ。これでいいのか。オッケー。よーし、いつも通りおっちゃんを眠らせて、アシュプス。ふにゃ。これでよし、おっちゃんの声は59番。カチ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 。あー。わかりましたよ、この事件の謎も犯人もね。犯人はあなただ、大久保さん。俺ちょっと、嘘でしょ。嘘じゃありません。つまりこういうからくりだったんですよ。オーナーの座っていた席についてですが、セーフティーガードに刃物の跡がありました。これを実行し、オーナーをその席に誘導できたのは隣に座っていた田村さんしかいません。これはあなたが田村さんに指示したことじゃないんですか。田村さんが自殺して事件は解決したように見えますが、実は田村さんは殺されたんですよ、真犯人にね。コースターのトリックについては、自殺するにしてもいくらなんでもあんなに凝った仕掛けを作るなんておかしいとは思いませんか。つまりあなたは田村さんの遺書を偽造して、あの内容のことで田村さんを脅し、オーナーを殺させた。田村さん自殺が他殺だと分かったのは複雑すぎたコースターのトリックのおかげですよ。ああいう仕掛けはよほどコースターに詳しくなければ。名探偵さん、言いがかりはよしてくれないかな。あんたの言ってることは結局推測なんだろう。この顔は絶対やってますね。どうしても俺を犯人にしたいんなら証拠の一つを持ってくるんだな。証拠はありますよ、決定的な証拠がね。なんだと。俺を見てください。このメモは田村さんの真下に落ちていたものです。おそらく田村さんは万一に備え、あなたに気づかれないように用意しておいたのでしょう。このようにたくさんの数字があり、ポスターを見よと書かれている。これはポスターとメモを組み合わせた暗号なのです。それから妙子さんに伝わっていたエクストラメーションマークの謎も暗号の解き方を示す鍵だったんですよ。今からこれを解読してみましょう。入力の仕方は十字キーでカーソルを動かして A ボタンで文字を選択する。数字は全部で28文字、数字が2つで1つの文字だから14回文字の入力をすると終わってしまう。ここで終わりだと思ったら18の ED を選択すればいい。これが決定的な証拠になる。慎重にいくぜ。17、は、26、エクストラメーションマーク、22、ぬ、28、エクストラメーションマーク、23、に、26、エクストラメーションマーク、26、犯人、28、エクストラメーションマーク、17、は、11、お、12、お、26、エクストラメーションマーク、12、9、
いちいち、ぼ、犯人は大久保、すげえ。これでいいか、OK。犯人は大久保、犯人は大久保となるんですよ。さあ、いい加減に関連したらどうですか。田村のやつ、味玉ねよ。まあ、いったな、全部白状してやるぜ。この事件はあんたに言うとおり俺が計画したんだよ。でも元はといえばオーナーや田村が悪いんだぜ。オーナーは俺に設計事務所の独立資金を出してやるなんて言ってて、いつまでも約束を守らないし、田村はオーナーの後ろに隠れてだけ何もできないくせに俺のことを笑うんだぜ。頭にくるよな。おまけにオーナーには変な女との見合いを勧められるし、俺があいつらを殺したくなる理由がわかるだろ。そんな理由で二人もやったの？やべえよ。あの彼女にしてこの彼氏ありだよ。いや、動機が薄っぺらいな。共感できねえ。しかし失敗したな。コースターのトリックは仕掛けの設定をしているうちに面白くなってきてさ、よくできてただろ。ずっと誰かに言いたかったんだよ。やっぱり自慢したかったんだ。ああ、なんかすっきりした。さて、警察でも待つか。なんてやつだ。ふてぶてしいのか、肝が座っているのか。まさかそんな理由があったなんて。いや、納得しないで。しかし大久保らしいといえばらしいが、やべえやつじゃねえかよ。サイコパスだ。本当にどうしようもない人よね。正論です。あ、終わった。まあ、軽く感想を言いますと、最後さ、周りの人たちもなんか軽すぎるよね。酒の席でやらかしたぐらいのレベルの会話だもん。めぐれ警部あたりがこの場にいたらさ、こんな理由で二人の命を奪ったのかって一喝するだろうな。で、最初のジェットコースターも乗ってくださいって言われて乗れる蘭姉ちゃんとコナン君、すごいよね。原作を考えると大多数の人はトラウマになって一生乗れないけどね。まあ、あの二人事件に遭遇しすぎてて慣れてるんだろうなと思いましたけど。あ、ランク C 小五郎だ。よし、では、次は最後の犯人推理失敗編をやっていきたいと思います。最初はオーナーからやっていきましょう。犯人が分かりました。オーナーです。え、父さんが。今回の事件は全てオーナーの狂言です。もう一度オーナーの死体を確認すれば分かることです。しかしオーナーは確かに死んでいた。この後警備員が密室に気づき警察に連絡してくれ、俺たちは助けられたが、事件は田村さんが犯人とされ解決した。この後のコナン君のセリフが聞きたい。大事なのは犯人を正確に当てることと事件の内容をきちんと考えておくことだ。もう一度今までのことをおさらいすると、この事件は全て用意周到に計画されたものだ。ただ犯人の誤算は暗号が残されたことだ。だけど暗号だけ解けても犯人の計画についてきちんと解かないと事件は解決できないぞ。あと、これは俺の勘だけど、犯人はこの計画犯罪にこだわりすぎて、そのせいで足元を救われる気がするな。とにかく諦めずに事件を解決してみせようぜってなるんですね。田村さんはオーナーの時と展開が変わらず、誠さんと緑さんも2回目の犯人推理失敗の時と、これもまた展開が同じで、大久保は犯人でしょ。なので次は妙子さんをやりたいと思います。犯人が分かりました。妙子さん、あなたです。え、まだ分からないこともたくさんありますがね、なぜこんなことをしたのか、あなたに説明してもらいましょうか。妙子さん、黙ってれば言いたい放題言ってくれちゃって、いい加減にしてよ。だいたい証拠もなしに何なの。あなた適当に誰かを疑ってるだけでしょ。何が名探偵よ。ふざけるのもいい加減にしてよ。そりゃ切れるわな。うわぁ、相当怒ってるな。演技なのか。とにかくあとは警察で話を。好きにすればどこにでも行ってあげるわよ。この後警備員が密室に気づき、警察および俺たちは助けられた。毛利小五郎の推理ということで、妙子さんはとりあえず逮捕されたがすぐに釈放された。とりあえず逮捕って大丈夫なのか、この警察は。毛利くん、困るよ。証拠もないのにあんなこと。警察の威信に関わることなんだよ。分かっとるかね。俺はとんだ思い違いをしていたらしい。おかげでおっちゃんにとんだ恥をかかせてしまった。ごめんな、おっちゃん。しっ
かりしろよ。次は堀口さんだね。犯人が分かりました。堀口さん、あなたです。え？まだ分からないこともたくさんありますがね。なぜこんなことをしたのか、あなたに説明してもらいましょうか、堀口さん。ふう、名探偵が聞いて呆れるぜ。もう一遍言ってみろ。誰が犯人だって？あ？とにかく警察へ。好きにしろ。俺はやってない。調べれば分かることだ。この後警備が密室に気づき、警察呼び、俺たちは助けられた。あ、これは変わってないね。オッケー。ラストは、みずほさんですね。犯人が分かりました。みずほさん、あなたです。え？まだ分からないこともたくさんありますがね。なぜこんなことしたのか、あなたに説明してもらいましょうか、みずほさん。毛利さん、どうしても私が犯人だと、そうおっしゃるんですね。ええ、あとは警察で話をしてもらえますか。でも私、知らないものは知らないとしか。まあいいわ、警察がきちんと調べてくれるはずね。ただ私、毛利さんを見損なえました。この後警備員が店に気づき、警察呼び、俺たち助けられた。変わりませんね、この後の展開は。次は考えるコマンドで、先ほど選択しなかった方を選んで、大久保を犯人にした時のセリフの変化を見ていきます。まず一つ目、オーナーの座っていた席、これを係の人。そうか、あらかじめ準備することができるのはやっぱり係員、従業員の人だよな。でもオーナーがあの席に座るとは限らない。もしかして事故を起こすことが狙いだったのか。二つ目、田村の自殺について、これはオーナーに恨み。ひょっとして田村は遺書の内容とは別にオーナーに恨みを持っていたんじゃないのか。そうか、田村は自分自身をも許せなくなり、オーナーを殺し自分も自殺することにしたんだ。だけどまだ腑に落ちない点もあるんだよな。三つ目、コースターのトリックはコースターでの恨み。コースターでなければならない理由があったのか。そうか、犯人はオーナーや田村にコースターのことで深い恨みがあったのかもしれない。ということは仕事上のトラブルがあり得ることだな。それでここまでのセリフの変化の違いはなく、ここからですね。犯人はあなたら大久保さん。え、俺？ちょっと嘘でしょ。嘘じゃありません。つまりこういうからくりだったんですよ。オーナーの座っていた席についてですが、セーフティーガードに刃物の跡がありました。そんなことができるのは従業員くらいのものです。田村さんが自殺して事件は解決したように見えますが、田村さんには遺書の内容とは別にオーナーに対しての恨みがあったんです。多分あなたにも。コースターのトリックについては、自殺するにしてもいくらなんでもあんなに凝った仕掛けを作るなんておかしいとは思いませんか。ただ私の推理は現時点で推測に過ぎない。まだわからないこともいくつかある。それを説明してもらいましょうか、大久保さん。でもあくまでも推測なんだろ。そんなんじゃ証拠不十分ってことになるんじゃないのかい。おっしゃる通りです。それは後で調べればわかることですよ。そうかい。この後警備員が密室に気づき、警察を呼び、俺たちは助けられた。毛利心の推理ということで、大久保はとりあえず逮捕されたが、奴の言う通りすぐに釈放された。証拠不十分ということなんだが、毛利くんの推理だ。しばらく奴を泳がせてみるさ。しばらくして再度大久保を取り調べることになったというが、その頃奴はとっくに行方をくらましたという。ああ、間違った推理をするとこうなると。次は暗号解読に失敗した時のセリフの変化の違いを見ていきます。今適当に入力してます。これでいいか。 OK。 あれ何が暗号だよ。まるで意味がわからねえじゃねえか。おかしいな、どこで間違えたんだ。あ、この後の展開は変わりませんね。 OK。 次は考えるコマンドをやらずに、大久保を犯人にした時のセリフの違いを見ていきます。ここまでは同じで、この先ですね。犯人はあなたら大久保さん。え、俺？ちょっと嘘でしょ。嘘じゃありません。つまりこういうからくりだったんですよ。全て大久保さんの計画通りに動いていたんです。ただ私の推理は現時点で推測に過ぎない。あ、ここから先は変わらないね。よし、それで麻酔針を使用した状態で推理書を開始するパターンと、推理成功かつ麻酔針を使用した状態で推理書を開始するパターンはホラーハウス編の時と変わらなかったので、もし気になる方はそちらを、ご覧ください。では最後にミニゲームをやって終わりにしたいと思います。マネマネお化け。
あ、これか。よ、また会ったな。鏡に映る時の要領で真似をしろよ。わかったか？わからない。ふう、仕方ねえな、教えてやるよ。まず俺が右を向いたらお前を向く、やってみな。はい。よし、次はこっちだ、やってみな。はい。よし、次はこっちだ。言っとくけど鏡に映る時の要領だぜ。いいか、こうか。よし、最後はこっちだ、やってみな。はい。オーケー、こういう風に真似するんだぜ。わかったか？わかった。オーケー、 A ボタン押してスタートだ。行くぜ。ほい。はい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 。なかなかやるじゃん。なら次はどうかな。こえ。はい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 。ブラボー、すごいね、お前。でも今度は無理だろ。まだ続くの？はい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 。グレイト、すごすぎるよお前。さすがに参ったぜ。頑張れよ。それじゃあまたな。おっしゃ。よし、ではこれで名探偵コナンジェットコースター殺人事件を終わりにしたいと思います。残り一つもまたやっていきます。はい、じゃあ今日も最後までご視聴していただき誠にありがとうございました。心より感謝いたします。ちょっとでも見やすかったよ、役に立ったよという方は高評価コメントの方もしていただけたら嬉しいです。そしてチャンネル登録も少しでもしてもいいかなと思っていただけたらよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。